なぜあくびをするの？鳥肌はもともと何のためにあるの？鼻はどれくらいの匂いを検出することができるの？その質問お答えします。心臓は実際には左側にありません。胸の真ん中にある2つの肺の間にあり、少し左寄りに傾いているんです。あなたは目覚めるまでについさっきまで見ていた夢の 50% を忘れます。10分後には 90% を思い出せなくなるでしょう。こんなに長い間しゃっくりが止まらないの初めてという人、よく聞いてくださいよ。ある男性は68年間しゃっくりをし続けました。赤面すると頬が赤くなるだけではなく、胃壁も赤くなります。ビデオを見ているこの瞬間、あなたの体の約5万個の細胞が新しくなっています。髪はオゾン層を吸収するため環境に役立ちます。60歳になるまでに未来のおよそ半分は失われます。だからこそ高齢者のほとんどは変わった味や苦味に気づかないんです。ただ息をしたりテレビを見たり、さらには寝ている間にもカロリーを消費します。大人には206本の骨があり、その半分は手足にあるんですよ。女性の髪は男性の髪の2倍柔らかいんですが、男性の髪は直径が2倍なんです。人間の頭には平均12万本の毛があります。ちなみにもともと金髪の人は髪の毛がより細く、毛穴により多く入るためもっと多いんです。虫垂や胃がなくても腎臓や肺が一つでも問題なく生活できます。私なんて脳が半分しかありませんけど、全然平気ですよ。体内の酸素の約 20% は脳に送られます。唾液は感染症から体を守る超能力を持っています。瞬きをするのは目を潤わせるだけのためではありません。これは瞬間的睡眠のようなもので、注意を引く方法でもあります。あなたの持つ1万4000個もしくは 70% の遺伝子はギボシムシと一緒です。音を認識するのに500分の1秒しかかかりません。これは瞬きの10倍の速さです。指には筋肉がなく、腱と骨しかありません。指が曲がるのは手のひらと前腕の中央にある関節のおかげです。あなたは約1兆個の匂いを検出することができます。つまり嗅覚は味覚の100倍に達しているということ。超高感度なカメラを使わないと見えませんが、我々人間は自ら発光しているのです。額、首、そして頬が最も明るく輝いています。コーンフレークはあなたよりも多くの遺伝子を持ちます。3万2000の遺伝子 VS 2万の遺伝子です。親知らずは役に立ちません。これは数十万年前に存在していたあなたの先祖からの贈り物。歯、根、肉のような粗い食べ物を噛むために使われていました。舌は両端の骨に接続しない唯一の筋肉、首の片側だけにつながっています。顎は人間特有のものです。我々のいとこのゴリラやチンパンジーでさえ持っていません。親指には大きな動脈があるため、独自の脈を持っています。だからこそ親指で首の脈を感じることができないんです。右利きの人は通常左側で噛み、左利きの人は右側で噛みます。理にかなっていますよね。鼻に入るほとんどの空気は一度に一つずつの鼻孔を通過します。順番を待ち、ノンストップサービスを提供するために数時間ごとに切り替わるのです。あなたの内臓は対照的ではありません。人間の DNA を解きほぐしたら、地球から太陽までの軌道を300回往復できるくらい長くなります。人間の2つの目は少し異なる角度から物を見ているため、世界を 3D で見ます。
脳はこれらの2つの画像をほんの一瞬で合わせるんです。ストレスやカフェインの取りすぎ、もしくは偏った食生活が原因で筋肉は痙攣を起こします。リラックスしてフルーツや野菜を食べるようにしましょう。脳には体温をコントロールする内部サーモスタットがあります。科学者によりサーモスタットをコントロールする方法が判明したとき、さまざまな病気を治療することができるようになるでしょう。あなたの歯はサメの歯と同じくらい強いんですよ。より柔らかいミネラルで作られていますが、コーティングはほとんど同じミネラル結晶とタンパク質でできています。人間の首にはキリンと同じ7つの脊髄があります。しかしキリンの首の骨の方がはるかに長いのです。まあ当たり前ですよね。もともと鳥肌は人間が捕食者を追い払うために使われていました。毛が立つことで体を大きく見せることができたのです。人間の髪の毛を破壊することは事実上不可能です。水、寒さ、腐食など何の影響も及ぼしません。唯一の方法は火をつけること。頭についた髪の毛で絶対に試さないでくださいね。脳の左側は体の右側を担当し、脳の右側は体の左側を担当します。わかりましたか？人間は最大7000個の異なる表情を作ることができます。そのうちいくつかは普遍的であり、いくつかは文化により全く違う意味を持ちます。人間と宇宙全体の惑星にある全てのものの 97% が爆発した星の塵でできた原子で構成されているんですよ。何らかの理由で地球上の全ての人間を一つの立方体に集めた場合、片側が 0.8km になります。眠りにつくまでおよそ7分かかります。ただしそのプロセスを120秒に縮める方法もあるらしいんです。食事の前に青リンゴやバナナの香りを嗅ぐことは体重を減らす一つの方法です。中立的な香りは食欲を落ち着かせてくれるので食べ過ぎ防止につながります。直線または完璧な円を描けるのは人間だけです。約 1% の人は紫外線を見ることができます。それは網膜を紫外線から保護する特別なレンズを持たずに生まれた人々のこと。例えば有名な印象派の画家クロード・モネはその 1% に含まれているんですよ。思春期になると骨の成長が止まりますが、耳や鼻は止まりません。口の中に唾液がなければ味は感じられません。食品化学物質が中に溶け、その後に初めて味蕾は味を検出できるようになるんです。初めての場所で寝るとき、脳の半分は寝ません。そのおかげで何かあったときにすぐ身を守るため立ち上がることができるのです。あなたの髪は匂いを検出できます。毛包は鼻筋と同じ受容体を持っているんです。白檀はそれを活性化させるので髪の毛が早く伸びます。人間の口の裏は自然治癒力が高いです。歯茎が皮膚のどの部分よりも早く回復するのはこれが理由。あくびは目を覚ますのに役立ちません。脳を冷やし眠りにつくのを早めてくれるんです。過度にダイエットをすると脳細胞は自分自身を食べ始め、脳を救うためにエネルギーを生み出そうとします。結果人はさらに空腹感を感じます。背骨の記憶力はすごいんですよ。姿勢を記憶しているので正そうとしてもすぐには治りません。一度に呼吸し飲み込むことはできません。呼吸するとき胃につながるパイプは閉じます。そして飲み込むとき肺への入り口が一時的に塞がるんです。心拍数は聴いている音楽によって変わります。テンポが速いと心拍数も速くなるそうです。赤面するのは人間特有。アドレナリンのラッシュにより赤くなります。
眠っている時でさえ涙腺の機能は停止しません。しかしまぶたが閉じたままになるため、目を覚ました時に涙の細胞が蓄積し、乾燥による目やにができるんです。女性のほぼ 12% は網膜の近くに3種類ではなく4種類の錐体を持っています。そしてこれはスーパービジョンを与えるんです。彼女たちはなんと1万色見ることができます。通常の人は100万色です。女性は男性よりも頻繁かつ迅速にまばたきします。平均は1分あたり19対11。成長するとさらに頻繁にまばたきするようになります。女性は香りを検知するのが得意で、パートナーがストレスを感じているとき、シャツの匂いでわかるんだそうです。お腹が空いたときに鳴るあの音、科学的な名前があるんです。英語でそれはボーバリグマス。一歩前に踏み出すとき200個の筋肉が動きます。1日に1万歩歩くとたくさん働くことになりますね。寝ている間にくしゃみはできません。というのも、くしゃみを活性化する鼻の神経細胞も眠っているからです。寝ている時には匂いを感じることもできません。長期記憶にはウェブ全体と同じ量の情報、または1ペタバイトを収納することができます。人間の脳にあるニューロンは時速 241km の速度で情報を伝達します。そのエネルギーは低ワットの電球を点灯するのに十分の量なんです。人体のすべての組織には免疫細胞があります。それは安定しているか仕事をするために動き回っています。くしゃみの音は鼻の大きさによって異なります。鼻が大きいとより空気が出入りするため、くしゃみが大きくなります。あなたの耳はとても敏感なので分子を聞くことができます。だからこそ目を閉じた状態でも冷たい水と沸騰したお湯を区別することができるんです。人間はコウモリやイルカのように反響定位を使うことができます。いくつかのトレーニングを行うと、物が跳ね返る音により暗闇の中でも動けるようになります。あなたの目には200万以上の動いている部分があり、100万の神経繊維がそれを脳に接続しています。全てが連携して動作するため、1時間あたりに約3万6000ビットの情報が処理されるんです。1万年前、目には1色しかありませんでした。それは茶色。初めて青い目をした人間が生まれたのは遺伝子突然変異の結果。すごいですよね。目を開けたままくしゃみをすることはありません。鼻から飛び出る厄介なものから目を保護するために、自動的に閉じる仕組みになっているんです。味覚受容体は舌にのみあるだけでなく、胃、膵臓、その他の消化器系、肺、脳にもあります。大人は7オクティリオンの原子で構成されています。これ0が27個です。数えてみてください。ちなみに我々の銀河には3000億の星しかありませんよ。お風呂から出ると指にシワができるのは、濡れているものがつかみやすくなるから。車のタイヤのトレッドと一緒ですね。鼻は見えますが、脳はそれを無視します。そうじゃないと視界の邪魔になるんです。それに焦点から外れるので意味がありません。平均的な人は一晩で4つ夢を見て、1年で1460個の夢を見ます。あなたの夢に出てくる見知らぬ人は全て実生活の中で出会った人、ただ覚えていないだけなんですよ。人間の汗は臭くありません。匂いの元は繁殖する細菌です。我々のほとんどは24個の肋骨を12組持っています。しかし20人に1人は余分な肋骨を持っているようです。首の付け根や鎖骨の間の片側、もしくは両側にあります。他の細胞とは異なり、神経細胞はそれ自身を置き換えることはできません。
人間の脳は 80% 水です。またちゃんと機能するためには水が必要なので、毎日しっかり飲みましょう。体の中で唯一自分自身を修復できないのは歯です。あなたの脳でさえ一部を半根組織で置き換えることができます。あなたの胃は一度に 0.2kg の食物を保持することができます。早食い競争者でない限りは。ですが、どんなに頑張っても自分で自分をくすぐることはできません。脳はくすぐられると知っているので、触られる前に準備をします。あなたの心臓は1日に平均10万回鼓動を打ちます。正確な数字は人によって異なりますけどね。健康的な肺はピンク色です。肺が黒い場合、間違いなく生活習慣を変えるべきでしょう。約 12% の人は色で夢が見られません。ちなみに色のテレビが発明される前、この数はもっと大きかったです。あなたの胃酸はカミソリの歯を溶かすことができるくらい強いです。でも飲み込まないでくださいね。人体には600以上の筋肉があります。腕や足だけではなく、鼓動を続けるための心臓や消化器系にもあります。最も強い筋肉は顎にあります。最も弱い筋肉は耳の真ん中にあります。一生のうちに食べるであろう食べ物の量は12匹のカバと同じくらい重いです。すごい量ですよね。あなたの脳は時間が経つにつれ、長期記憶を維持するのに苦労することでしょう。新しい思い出を維持するための場所を作る必要がありますが、古い思い出を消すことができないからです。あなたの肌には1000種の細菌が生息しています。同時に体の他の部分を細菌から守ります。人間の骨は同じ幅の鋼よりも5倍強力ですが、同時に壊れやすいんです。指の爪は足の爪よりも 2,3 倍早く成長します。半年ごとに完全に新しくなり、足の爪は約1年かかります。鼻は内蔵されている空気フィルタ、加湿器、温度調節器です。口から呼吸し、体に入った空気は冷たく乾燥しています。肉眼で未来は見えません。目に見える下のボツボツは未来の乳頭突起です。足には約50万個の汗腺があります。成長した体の中で最も長い骨は大腿骨です。最も短い骨は耳の中にあり、一粒のお米よりも短いです。男性は通常人差し指よりも薬指の方が長いです。そして女性はその反対。へそに対する恐怖症は本当に存在します。自分のへそを触るのが怖いという人もいれば、写真を見ることさえできない人もいるんです。我々は人生の3分の1を睡眠に費やし、6年間を食事に費やし、5年間を列に並ぶために費やします。我々の足の皮膚は最も厚く、まぶたの層は最も薄い皮膚です。30日ごとに皮膚の上の層が入れ替わります。一部の人々は音、味、数字や曜日に色を見ることができるんです。例えばフィンセント・ファン・ゴッホ、フランツ・リスト、ビリー・ジョエル、そしてファレル・ウィリアムスはこのスーパーパワーを持った一例の有名人。我々は1日平均2万回呼吸をします。一般的に人間には眉それぞれに約250本の毛があります。そして4ヶ月ごとに新しくなるんです。録音した自分の声が気に入らないのは声がいつもと違うからです。加えてコントロールができないため不快に思います。あなたは1日で約1万2000回まばたきをします。これは年間で420万回ですよ。人間は一つの腎臓で問題なく生存することができます。腎臓にはそれぞれネフロンと呼ばれる150万の作用単位があるんです。しかし本当に必要なのは30万ネフロンだけです。
腰の骨の間には大きな穴があります。2つの空洞の間にある円形の空間です。肌の色合いは細胞が生成しているメラニンの量に依存します。歯磨きをしてからしばらくの間、味蕾はうまく機能することができません。歯磨き粉に含まれる化学物質が苦いものを味わう能力を高め、反対に甘いものを味わう能力を低下させます。くしゃみにはいくつかのスタイルがあります。そしてそれは親から引き継がれたもの。加えて人前でくしゃみをするときと周りに誰もいないときでくしゃみをする方法は異なります。人間の鼻には14の基本的な形があります。例えばアメリカではセレスティアル、フレッシー、バンピー、グリーク、ローマン、ホークが一般的です。これを全部異なる時代の芸術作品で見つけることができるんですよ。背中を丸めて下を向いたまま座ると悪い思い出を思い出す可能性が高くなります。まっすぐ座って上を見上げるといい思い出が浮かび上がるそうです。粘液は重要な組織が適切に湿り気を保ち健康を維持するのに役立ちます。そして気道に向かう途中のウイルスを捕まえ汚れを洗い流してくれるのです。あなたの肝臓は唯一完全に再生する超能力を持つ必要不可欠な内臓です。半分以上を寄付した場合でも約2週間で元のサイズに戻ります。人間の口には700種類を超える細菌が生息しています。そこには地球全体の人々よりも多くの人がいるんです。これが歯を磨くべき理由。肌は最大の臓器であり、あなたの体重の約 15% を占めています。何もしていない時でも心臓は短距離走者の足の筋肉の2倍の力を発揮しながら働いているのです。今回何か新しいことを学べたと思ったら、動画の高評価、お友達への共有をお願いします。他のおすすめ動画もぜひチェックしてくださいね。これからもブライトサイドをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。